こから遠いある村に怠け者の妹と働き者のお姉さんが暮らしていました。仕事をするのが大嫌いな怠け者の妹はご飯を食べた後のお皿も洗おうとはしません。一方働き者のお姉さんは家事を一人でこなします。ある日誰かがドアをノックします。あー姉さん、お客さんが来たみたい。任せるわ。ネイルを塗ってるから動けないの。家を訪ねてきたのは2人のおばさんでした。働き者のお姉さんはすぐにおばさんを家に招き入れますが、怠け者の妹はただいらっしゃいと叫ぶだけです。おばさんはお姉さんの部屋がとても綺麗なことに気づきます。しかし妹の部屋を見るとこうつぶやきます。なんて汚いのかしら。部屋中ゴミだらけです。するとおばさんは落ちていたフォークを踏んでしまいます。痛い。あ、足が。働き者のお姉さんがすぐに駆けつけます。怠け者の妹は気にも留めません。お姉さんはおばさんをもてなそうとおいしいアップルパイを焼きました。おばさん、手作りのアップルパイよ。お腹空いてない？お土産にどうぞと言います。するとおいしい匂いを嗅ぎつけた怠け者の妹がやってきます。ねえ、私にもちょうだいよと文句を言います。おばさんは妹の傲慢な態度を見て黙っていられませんでした。金色の串を取り出すと働き者のお姉さんに手渡します。これはあなたの優しさと思いやりに対するお礼よ。そしてお姉さんがその金色の串で髪を解くと、突然髪は輝き、金の宝石が散りばめられた美しいドレスに包まれます。それを見た怠け者の妹は悔しそうにこう言います。おばさん、私のパイの方が美味しいわよ。今すぐ作るからちょっと待ってて。そう言って台所に駆け込みます。砂糖を探しますが棚の上にあって届きません。その下にある塩を使うことにしました。庭に美味しいリンゴが実っていましたが面倒だったので、わざわざ外に行かなくてもいいか。代わりにトマトを使います。パイをオーブンに入れましたが他に気を取られていて焦がしてしまいました。こんがり焼けたわ。真っ黒に焦げていましたがおばさんにパイを差し出します。おばさんは少しつまみ、とりあえずお礼を言いました。そして金色の串を取り出し妹に手渡します。妹はすぐに髪を解きます。すると服はぶつぼらしく、髪はボサボサ、服は悪臭を放ちます。どういうこと？私に金の宝石はないの？するとおばさんが、働きに見合ったものが与えられるものなのよ。そう言っておばさんは家に帰っていきました。